よろしくお願いします。CM 明けが沖縄大好きさん。あ、そうだそうだ、はい。あ、ひふみさん。あ、ひふみさん。キラデスキさん、来週や。難しいですね。ひふみさんは、ちなみにどっちを流しますか。どっちでもいいですか。2つある。あ、でもどっちかわかんないな。どっちもいいですよ。あれ、運で。運で。よろしくお願いします。とてもなんか似合ってますね。あ、ありがとうございます。はい、あ、ラジオで言おう。今も大事だけど、ラジオの時言うのも大事だね。あ、そうか。これは、これを流してみようか。じゃあ、いきます。住所不定無職のエンジンさん、メンソーレ。初の試みですね。そうでしたね。沖縄大好きさんの、まさかの沖縄大好きさんのジングル。そうでしたね。おー、すごい。この前送ってもらったんですけど、はい、はい、完成したやつを完成したやつを、はい、はい、すごい、なんか三振の音ですよね、多分ね。三振の音ですかね、これ、はい、わー、なんかいいですね。で、ちょっとゆったりとしたライバルの声、はい、ライバルの声。あんなゆったりしてましたっけ。なんかいい声でしたね、今。あ、でもちょっと癒しボイスでしたね、うん、なんか、え、あんないい声。あ、すいません、はい、レディース&ジェントルメン、7月5日水曜日、お昼3時半を回りました。はい、さい、皆様こんにちは。住所不定無職の変人さん、メンソーレのお時間です。今日も一日よろしくお願いします。第36話をお送りいたします。はい、はい、暑いですね。暑いですね。で、暑いといえば、はい、この今カメラ、うん、はい、その鈴木の車のプレゼンツ、はい、はい、ちょっと今、ね、とある取材が、はい、取材じゃない、なんていうんですか、これ撮影、撮影ですね、はい、緊張します。今日無職さんの目の前にカメラがたくさんあれですね、めっちゃ緊張しますね。カメラもあるし、はい、え、暑いです、なんかすごい汗、冷や汗ですね、これ。怖い怖い怖い、はい、なんか、まあ、いつも通りの、はい、いや、いけないですね、もう今日は。はい、この番組では、はい、シーサーさん、かっこリスナーさん本人や身の回りの変人さんエピソードなどを大大大募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができます。そちらも楽しんでください。ツイッターも連動しております。たくさんツイートしてください。また同時放送もお送りしております。スマホの場合はアプリのリッスンラジオでお聞きください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページから、再生ボタンがありますので、完全全編同時放送をお楽しみいただきます。はい、大事、はい、ここからが。この放送は整備工場ガレージ座岸、 YouTuber たーやが TV、 鹿児島県日置市もみじ温泉、居候させてくれた大恩人、脱毛メンズサロンクラブイデアル、理容室バランコ、サッカーチームジノンフリーバーズ FC、総合リフォームカイビソープラン、沖縄 T シャツ屋さんパパヤー、マナミンファンクラブ会長ポンタ、宜野湾市普天間居酒屋クシア、ラジオの師匠ヒーフーミズバー、以上各社スポンサーの提供でお送りします。あ、言うの忘れてました。今日のトークテーマは、はい、血液型論争ですね。おお、血液型論争来ましたね、はい。皆様のいろんな血液型に対する、まあ、不満だったり、はい、まあ、いいところだったり、いろいろあると思うと思うんで。自分の血液型自慢とか。そうです。うん、相手のいいところとか、はい、あ、ちょこいつないなーっていう。いろいろ自分に教えてください。解決できたらしますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ここで一旦コマーシャルお願いします。あ、すいません、じゃあ CM 明け、小林さん、はい、そうですね、順番は別に、いや、すごい、今日もいっぱいコメント、うん、ありがたいな。そうですね、ちょっと待ってください。
中にありました。パソコンが固まっちゃった。やばい。大丈夫か。いや、間に合うか。間に合うか。間に合わなかったらすみません。シャンです。ハプニングもまたいいですね。また変人さんっぽい。いやでも今日もいっぱいコメント、皆さんありがとうございますコメント多分大丈夫。あ、よかったっす。住所不定無職の変人さん、メンソーレー。おお、素晴らしい。はい、相変わらずすごい。やっぱもう聞くとすごいですね。すごいですね。てかみんなありがたいですね、こうやっていろんなパターンを作ってくれてジングル。いや愛されてる。愛されてますね。嬉しいですね。いやもう頑張っていきます。ジュッジュッジュおしゃれってきてますよ。そうですよね、なんかおしゃれですよね。ジュッジュッジュか、うん、うん、見たことありますよこのアニメ、ちっちゃい頃、あの再放送でアニマックスで見たことありますね、はい、面白かったです。何のアニメでしたっけ。ジャリンコチエちゃん。ジャリンコチエ、はい、なんか大阪の下町っていうんですかね。この絵はめっちゃ覚えてます。なんかこの絵はすごいなんか味のある、はい、味のある絵ですね。強そうな、はい、あ、そうそうそう、強そうなちっちゃいミニチュアたちが、ミニチュアなんかちっちゃいですよね。でも子供たち、子供たち、はい、二等身ぐらいの、あ、でも可愛いですよねあれ。いや、ありがとうございます。はい、はい、ということで、で、今日は血液型論争なんですけど、はい、ちなみに自分の血液型をすぐちょっと言っていいですか。あ、どうぞどうぞ。私住職と無職、はい、こう見えて A 型です。おお。みんな A 型ではないだろうってみんな言います、はい、AB とかかな。あ、よく言われるんですよ。あ、AB か O って言われます。あ、確かに O っぽい感じもしますね、はい、A とは言われないし、 A って言ったら嘘つけって言いますもう一回やってこい、ね、あのその検査、あ、血液型、あ、血液検査、嘘つくなみたいな、親にもう一回聞いた方がいいよと、はい、ありえないありえない、そんなに言われ、兄弟からも言われるんですよ、姉ちゃん、姉にも、うん、あ、家族にちなみに B 型っているんですか。 AB です姉ちゃん。あ、うーん、ね、あ、じゃあ長女と次男が AB ですね。長男と四男、あ、はい、三男、うんうんうん、あ、末っ子は、末っ子は、は A です。おー、なかなか、はい、なかなかの、なかなかの意外性、はい、母ちゃん A です。あ、お母さん A、はい、お父さんが B。 いや、父さん O です。あの前の旦那の、あ、なるほど、沖縄あるあるですね。あ、すいません、ちょっとすいません皆さん、ちょっと変な感じ、はい、まあでも明るくいきましょう、はい、うん、まあでも自分は大好きなんで。あ、でも A なんですね。あ、 A なんですよ。一緒ですね。 A、 A なん、はい、私も A です。いや嘘ですよ、もう一回血液がさ検査したくと、はい、した方がいいですよ。なんでですか。もう一回親に聞きましょう。親に、はい、いやでも私も、違うよみたいな、嘘だよ。私の母があれでしたね、はい、ちっちゃい時はずっと O って言われてて、はい、私の母が、はい、でずっと O 型で暮らしてきて、なんか学生か大人になった時に、はい、なんか健康診断かなんかでこの血液検査した時に、なんかあなた何型って言われて O って言ったら、なんかあなた O じゃないよって言われて、実は A だったみたいな。うん、そんなことあるんですか。っていう A 型です、私の母は。え、そんな人いるんですね。あ、います、います、結構いるみたいですよ。血液なんか分からないってことですか。自分の要はちっちゃい時の血液検査で何かしらなんか行き違いがあって、あ、ちょっとミスだったね、なんか、まあ、熱伝えミスなのか何なのか分かんないですけど、はい、じゃあ可能性ありますよね。もしかしたらもしかして可能性あるんですよ。赤ちゃんの時のあれでしか分からんから。あ、そうそうそう、もしかしたら、なんか赤ちゃんの時にちょっとね、多分ありますね。焦っちゃって。焦っちゃって。え、医者が？血液型、血液検査。いやでも A ですよ、はい、僕は。A 型は A 型、はい、変なところ几帳面ですね。あ、そうですね。例えばなんですけど、今日こうやって鈴木のスポンサー、はい、鈴木さんがスポンサー、うんうん、やってる番組の番組、はい、ですよね。撮影が今。行われてるんですけど、この、鈴木、自分車乗ってて、はい、あの社会人になって初めて買った車、はい、大阪で買ったんですけど、鈴木のエブリーワゴンっていう軽自動車なんですけど、それ未だにずっと使ってて、はい、あ、へー、ずっと一緒、はい、もうなんか買えない、なんか愛着が湧いてて、はい、でこまめになんか距離もと考えてるんですよ。うん、あ、何キロ行くまで頑張ろうとか。優しいですね、車に。今21万キロ超えました。結構走行距離21万キロ超えました。30万キロ乗ろうと思って。うん、だからちょうど今日、はい、鈴木さんが、あ、鈴木のって言っちゃった。鈴木さんの番組が
あ、いらっしゃるの。ちょっとアピール、え、聞こえてないですね、これは。他のことで皆さん一生懸命に、はい、まあでもこうやって、ね、ちょっとずつ、はい、アピールをしていきたいなと、はい、スポンサーになってくれたら嬉しいですね。大型スポンサーですね。大型すぎる。でもそれこそね、この21万キロ、はい、21万キロとかも走ってるとは思わなかったですね。お、21万、もう何年前の車なんだろうな。15年前ぐらいに発売、はい、あ、じゃあ当時発売されて、で中古で買いました。あ、うーん、でずっとそこから、はい、何年乗ってから、23で買ったんで5年、うん、今5年乗ってますね。あ、でも、はい、もう10万キロは行ってたんですよ、うんうん、最初に買った時。買った時からもう10万キロは行ってて、10万、そこから10万ぐらいです。あ、8万、8万か、まあ、9万か10万ぐらいだったんですけど、はい、そこからじゃあさらに、そこから10万キロ以上乗ってます、ね、はい、今21万キロ、はい、目指せ30、目指せ30です。いやでもなんか愛着が湧きますね、はい、こういうところですね、几帳面、うん、あ、なるほど、几帳面、え、これは几帳面っていうんですか。これ A 型あるあるですね。おお、愛着が湧いたものをなんか、あ、そっか、大切に、はい、こまめに使っ、使うとか、なんか手入れして、あ、わかるかもしれない。あ、本当かな、はい、絶対すぐ捨てますよ。でもわからない時はわからない。あ、なるほど。でも車は、はい、あ、でも几帳面っていうか、多分私はどちらかというと多分神経質なところが多分あって、まあ、A 型は確かに、あ、そうそう、なんか神経質な人もいるじゃないですか、はい、私ちょい神経質だと思うんですけど、心配性とか、うん、なんかあの、この前、はい、なんか 車がパンクしたんですよ、タイヤが。あ、はい、でその時にたまたま居合わせた人にタイヤ見てもらったら、はい、なんか他のタイヤも今後パンクしかねないよみたいな、あ、結構傷んでるってこと、結構傷んでるからって言われて、え、でもなんか普通に点検出した時は何も言われなかったのにと思いながら、はい、次のまた点検出した時も何も言われなかったんですよ。もうでも、あ、その言葉が、言われたタイヤがなんとかって言われた時からもう怖くて。変えたんですか。あ、うん、変えてないですけども、ちょっと心配、そう、高速乗ったら特に危ないよってその人に言われて、最近高速乗った時にもう心配で心配で、もう下道で行きました、全部、あ、なんか怖い、全部下道で行きました。そうなんだ。でも、うん、結構タイヤどうですか、どうなんですかね、うん、自分も最近パンクしてました、友達してました、あ、ガレージ座岸、あ、ガレージ、はい、整備工場、はい、に見せてもらった、はい、見せた時に、うん、あ、去年なんですけど、パンクしてるねみたいな、うん、1個だけ右前のタイヤがやってるよみたいな、じゃあ、直しとくねみたいな、はい、あ、お願いっつってやってもらったんですけど、あ、よかったですね。他の3個は何も自分も言われなかったですね。うん、まあでも痛むんじゃないですか。何だったんだろう、うん、自分特にいろんな走りまくってるんで、うん、そうそうそう、だからあの、はい、走行のキロ数とかは私逆にあんまり気にしなかったんですけど、はい、あ、だから それそうやって言われたら気にしちゃう。あ、ずっと気にしちゃう。今日も言われたからもしかしたら気にするかもしれない。よし、ずっと言おう、いろんなこと言おう。あれとか言って、あ、やっぱ何でもないっすとか、え、ちょっと、あれ、あー、みたいな。でもなんかいろんな、はい、聞いていきたいですね。はい、コメントたくさん来てます。あ、ありがとうございます。皆さんやっぱり、ね、はい、このすごい血液型のお話やっぱありますよね。はい、高坊さんから、あんな4種類で何がわかるば。いや、間違いないですね、はい、じゃ確かに何がわかるばですよ。何もわからないかもしれないですけど、うん、この、 あの肌感っていうんですかね、自分の中で、うん、あ、ちょっとこの、あ、やっぱそうだみたいな、うん、お前何型って言って、例えば、はい、自分 A だよみたいな、はい、AB だよって言って、あーみたいな、納得する人もいれば、うん、嘘つけるみたいな人もいるじゃないですか。、はい、やっぱ自分なんかイメージが、うんうん、一応ありますよね。 あるんじゃないかなと思って、絶対 A じゃないよみたいなとか、とかなんか絶対 O でもないだろうみたいな、うん、AB じゃないよみたいなとか。あー、でも、え、高坊さん何型なんだろう、ね、高坊さん何型でしょうか、はい、その他にも、はい、あ、すごい皆さんたくさん、いや、ありがたい、タミーさん、プレイグさん、はい、カープボーイさん、うん、あとひふみさんからも来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、血液型、はい、プレイグさん、私の歯はガタガタです。そんなことないですよ。タミーさん、好きな昆虫はクワガタです。うわー。皆さんやばいですね。もう、みんな、親父逆言ってるじゃないですか。プレイグさん女性ですけど、親父ギャグを言ってる。おマジか、皆さん、はい、ちゃんと答える気ないな。ニューミーさん、じゃあ血液型、はい、あ、ひふみさんから、うちの弟は高校入学するまで B 型で生きてきて、うん、高校から O 型として生きてるよて。だからさっきのお母さんパターン。そうね、私の母パターンかもしれない。マミーパターンですね。マミーパターンですね。やっぱしかも、結構高校までわからんとかあるの。結構違いません。全然違いますよ。O から A はなんか、なんとなくちょっと一応近い感じがするじゃないですか。はい、なんか B から O ってなんか
真逆なイメージが私ある、はい、検査の適当なんですかね、この最初赤ちゃんの時の検査ってどうなんですかね。か例えば、まあ、お医者さんが触ってみて、あー、いや B っぽいねみたいな、指で触って色とかで、色とかでか、ね、ちょっとねっとり感とかサラサラしてるから A とか、そんな、いやそんななんかいろいろあるんですかね、調べ方はね、なんかでも、はい、どうなんでしょうね。わあすごい、そして、はい、あ、プレイグさんから、割ときちっとしているから A 型でもおかしくない住所不定無職さん。おー嬉しい、おーよかったですね。 A 型っぽいって言われるのちょっと嬉しいんですよ。うーん、あまりなんかあの、はい、文句とは思えない。おー、あ、へえ。自分は A 型って別になんか文句で、はい、まあ、A 型だなとか言う人いないじゃないですか。あ、そうですか。はい、うん、あ、なんか私 A 型って言われたらなんかもう、あ、変に貴重面、なんか、そう、うん、頭でっかちみたいな、なんか、そう、頭でっかちとか、なんか頑固とか言われてるように聞こえるので、なんか何事が良かったですか、逆に。王が良かったですね。なんか王可愛くないですか。可愛 い, い、え、待ってください、王が可愛 い, いは聞いたことない。可愛 い, いって何なんですか。あ、そうですか、なんか王、え、何型に、あ、 A でよ、もう満足。俺 A でいいです。お、生まれ変わっても A がいいです。待って、もう一回一回検査しに行こう。これで A じゃなかったら俺、はい、何だったんだってなりますよね。献血したことあります。あるんですけど、ちゃんと見てない。多分献血かな、献血で多分分かったって言ってました。はい、なんか、はい、うん、献血しに行ってください今度。え、痛いの嫌です。痛くはないですよ。痛くはないですか。分かんないです、まだ私、やばいやばいやば、人で実験しようとしてるじゃないですか。で、私の友達がよく行くので献血。よく行く人とか、よく行く人がいるんですよ。すごいいろんな方が献血に。あ、でも大事ですよね。そう、うん、本当に血は不足してるだろうし、はい、うん、あ、はい、うん、あ、タミーさんも、俺もずっと B って言われてて、二十歳の献血で O って言われたり。みんな献血で知るんだ。なんか献血で、なんかあれなんですかね。あれ、ポンタさんが何か言ってる、はい、子供の時は、あ、赤血球膜上、膜上の A 抗原 B 抗原が弱いから大人になって違ったってよくあるみたいだよって。あ、じゃあちょっと違うんだ。結構変化するんですね。うん、変わるのかもしれないですね。変わるっていうか、まあ、実は本当はちゃんと A だったけど、なんかその時の弱かったみたいな、なんかそう、なんか反応が弱かったとか B になっちゃってとか、なんかそんな感じなのかな。あ、でもちゃんと調べないとダメですね。うん、大人になってからね、また危ない、やるって大事かもしれないですね。フレイグさん、はい、うち O 型と O 型から生まれた O 型です。多分隠し事とかでなければ。うわ、意味深なこと言ってる。意味深、はい。あ、じゃあもう O と O はもう O しか生まれないですよね。あ、違うや。え、だって、え、生まれるか、可能性ありますよ、混ざってたら。例えば AO とか。あ、そっか、どっちも AOAO なのに。お母さんとお父さんが、じゃあ例えば AOAO だったら A が生まれるかもしれないってことですよね。そうですね。むずいですね、うん、え、なんすか AO ですか、学んでるんですか。私も、父と母どっちも、あ、AA、AA なんですけど、妹が O なんですよ。だから多分2人とも O 持ってるんですよ。じゃあ AO で A なんですね、はい、うん、だから私も一応 AO だと思ってる。多分自分も AO ですね。親、母ちゃん A、父ちゃん O なんで、はい、うんうん、あ、むずいですね、うんうん、なんか血液型って、そっか、しかもなんか RB マイナス、RC マイナスでしたっけ、なんか特殊な世界に数、うん、はい、何パーセントしかいない血液型、ドラマとかでなんか出てくるような。あれ本当にあるんですかね。ね、あるんですかね、はい、特別な血液みたいな、はい、うーん、え、ひふみさん、はい、ワンのエブリーはやがて31万キロ。あ、え、すごっ。あ、すでにってことは30万超えて今いるってことですよね。うん、30万超えてますね。さすが師匠ですね。うん、やぜ、全部先を行ってる。全部先を行ってる。全部先を行ってる。車ですら先を行っている。あ、しかも同じ、じゃあ鈴木の、はい、はい、あ、すごい。あ、エブリー、はい、うーん、すげー、はい、そして31万キロやばい、ポンタさんからも、はい、鈴木はお客様を大切にする風土があるから好きということで、ありがとうございます。いい、ありがとうございます。ぜひごひいきに、これからも、はい、絶賛今収録中で、はい、収録中でございます。恥ずかしいです。ちょっと映ってると思うんですよ、このカメラの端切れみたいなところで。いや、楽しみですね、オンエアが。いやいやいや、見れないです、恥ずかしくて。あ、なんかマナーさんもなんか、はい、マイクみたいにつけてます。あ、つけてますか、ピンマイクみたいな。すごいですね、はい、浴衣が皆さんお似合いで、ありがとうございます。マナミさんもなんか浴衣今映ってないですもんね。はい、今日は映ってない。いいんですか、大丈夫です、このせっかく着てるのに、はい、これはもうだって1週間着るので、どこかしらで毎日1週間、え、はい、変えずに、うん、はい、あ、まあ、ちょっと変えはするんですけど、うん、ポンタさん見たいですよね。どこかでファンクラブなのに、どこかで見れると思います。そうですね、そうですね。うわー、すごい、はい、うわー、もう七夕か、
そう、七夕ですよ。うん、本当に願い事、はい、はい、叶うといいけど、皆様の願い事、はい、あ、願い事も、あ、違う、今日血液型論争なんでしょ。血液型論争、七夕なんじゃないすごい、みんな血液型、あ、血液型よりエブリィの話しようか。いやいや自分と師匠しか伝わらないんですよこれ、うん、他の人ポカーンですよね。あ、タミーさんから、はいはい、蚊は、あのブーって飛んでる蚊は、ガジャン、はい、ガジャンはやっぱり大型を好むのかな、ヒッチーガジャンにやられてるけど。あ、なんか言いますよね、大型好きって。あ、うん、大型好きって言いますよね。 B 型全然噛まれないらしいです。B 型のうちはあんまり、あ、なんか座れないらしいです。違うんですかね、大型が一番座れやすいみたいな。あ、でも自分迷信だと思ってたんですけど、多分もしかしたら本当に、本当かもしれない、うん、もしかしたら O は可愛いよね、わかるわかるって。 O 可愛いって何なんですかね、あんま聞いたことないですけどね。なんか O ってこの、はい、なんだろう、穏やかなイメージがやっぱりあるじゃないですか。なんかバランサーって感じです。そうそう、なんか全部の間にいる、はい、あ、そうそうそう、この変なバランス力がある、絶妙な、なんかいいところにいる感じがして、いそうですよね。で、かといってなんかこの AB みたいに個性も強くないし、あ、なんか A みたいになんかこんなもう変に几帳面ではなくてでもない、なんていうんですかね、なんかこの穏やかさが可愛いな、ね、星座でいう天秤座みたいですね。天秤座もあの間に、なんかみんなの天秤、なんかバランスが保ってるみたいな。天秤座ってそういう意味イメージです、大型は。あ、でもいいことですね、大型は。大らかで、だけどなんか大雑把な部分もあって、ね、なんかいいですね、人間味あふれてて可愛いかな可愛いとは分からないですけど、まあでも素敵な、素敵ですね、全部素敵ですね。でも、うん、B 型もマイペースっていうじゃないですか、はい、でそのマイペースもやっぱ自分ルールがあると思うんで、うん、貫いてるのもかっこいいですし、うんうんうん、AB の変人、はい、ああ、ああ、あ、だから変と言われるんですかねえ、でも AB じゃない、 AB じゃないのお前って、絶対 AB って言われるんですよでもじゃあ AB っぽいですよね。あ、みんなから AB って言われますよ。えって言われないですね。もう AB だろう、絶対 AB だろうみたいな。え、周りの友達とかなんか AB いたりします？あ、いますいますいます。やっぱ変っすね、変っすよ、やっぱ変。あ、今いい意味で、いい意味で変っす。あの個性が光る、はい、個性がキラリと光って、いい変、やっぱ変化がある、他のこいつしかない、うん、いいところ、はい、唯一無二、オリジナリティが、そうですそうです、誰にも合わせないけど別によ悪くはないみたいな、はい、こいつにしか出せない味みたいな、はい、はい、めっちゃフォローしました AB をやばいやばい、怒られるとこだった。そうです、ね、私も結構友達に、はい、B が多い時期があったりして、なんかないです、その時その時で、なんか友達になんか B が多い、 O が多いみたいな。うーん、あ、でもそれあんま考えたことないですけど、今考えてみたら、うん、A が多いかもしれないです自分、友達、お、基本周り A かな、はい、A か O な気がします、はい、あ、周り、はい、じゃあ、まあ、A と O が多いっていうのもあると思うんですけど、うんうん、はい、でもなんか結構聞くと、うーん、 A か O ですね。たまに AB が、あんま B、 じゃあ B が逆に、 B はいないです、あんまいないですね、 B いないんですね、うーん、あ、 B いないっすね。あ、いるのかな、あ、いたらごめ ごめんなさいあ、知り合い、友達、はい、いたら自分の、はい、はい、勝手に A って決めつけてるだけで B かもしれないけど、あいつが、あいつって友達が想像してる、はい、頭の中で、あ、でも A が多いかなって思いますね。うーん、うん、はい、あ、メールも届いてるので、ありがたいです、ご紹介したいと思います、はい、ありがとうございます、無職さん、まなみさん、リスナーの皆さん、こんにちは、はい、ラジオネームさとぽん、水曜日のブランチのさとみさんです。あざす、ありがとうございます、テーマ血液型ということで、私のイメージです、さ、はい、佐藤ぽんさんのイメージ、はい、A 型の人は A 型っぽいよねと言われるのを嫌がるあ、でも嫌がってない人が目の前にいる、言われたい、はい、うん、で B 型は自分大好きな人が多いっていうイメージ、あー、そして AB 型は積極的に自分の血液型を公表しないが、レアな血液型であることを密かに誇りを持っている、へえ、そうなの。で O は O であることに対して人からとやかくマイナスのことを言われることはほぼない、うん、ただ蚊に刺されやすい、おお、一緒じゃない、 O 型なんかマイナスな感じしないですね、はい、イメージ、そう、なんか O はなんかあんまりマイナスなイメージ、まあ、蚊に刺されるくらいですよね、まあ、嫌だけど、うんうんうん、あ、でもなんかOっぽいよねって自分も友達に言うときは嫌な意味で言わないしね、はい、いい意味で、はい、だ、要はなんかあんまり気にしない、くよくよしない、うん、なんかちゃんとどっしり構えてるみたいな、うん、だから O 型っていいな、
あ、でも全部いいですよ。あ、ちなみにそんなさとぽんさん、はい、ちなみに私は母と喧嘩をするといつもあんたは AB 型だから気難しいと捨て台詞を吐かれます。これは本当にイラッとします。AB なんですね。 AB 型なんですね。じゃあ天才と変人の紙一重って言うじゃないですか。おー、じゃあどっちかな。天才か変人の紙一重、どっちにも、どっちなんでしょうね。どっちかに転ぶみたいな。いや、まあ天才だと思います。あ、でも自分の番組に来てるから変人かもしれないですね。ここに集まる人はみんな、ここに集まる人はみんな変人なんで、佐藤さん変人の可能性が強め、はい、強いです。いやすごい、はい、うわすごい、あっという間に残りわずかになりましたが、はい、なんかすごい撮影してますか。はい。こんな人バーって群がってやるんですね、撮影って。あ、そうなんですか。はい、見てる感じ、はい、すげー緊張しますね。貴重な。いやいやいや、最後じゃあ締めますね。はい、どうぞ。うまい感じで、はい、はい、今日のオリジナル格言、滑り方が激しければ激しいほど実は共感を得られる。おお、なんか滑ってうわーってなってるけど思いっきり滑った方が、はい、あーでもこういう時もあるよねみたいな。あ、逆にいいじゃんみたいな。っていう共感を得られる可能性があるんじゃないかと思うんで、はい、じゃあ滑った方がいいみたいな感じですか。なんか無難に恥ずかしいって殻に転む、はい、こもるじゃなくて、やっぱ自分を、はい、素を見せるのも大事かなと、うん、それで滑っても素なんで、はい、もう仕方ないやぐらいな感じで、うん、皆さん潔く頑張りましょう。はい。はい、来週のトークテーマ、はい、ゲーム感覚でやっていること。おお、はい、普段日常でなんか、はい、例えば歩いてて、うん、こういう場面に遭遇した、うん、なんかひらめいたとか、うんうん、あれはこの可能性があるんじゃないかみたいな、うん、あの人はこれからどうなるんだろうみたいな、歩いてて知らない人に対して、うん、はい、自分よくやってるんですけど、人間観察みたいな感じですか。そうです。皆さんもなんかあればいろいろ教えてください。来週もまたお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。これ出づらいですね。出づらい。来月もう出るんですか。はい、放送で早いですね。皆さん、ナオミのちょっと道草しませんかという番組を。おお、大丈夫です。はい、8月の後半。8月後半、はい、後でちょっとまた QAB アルビシ、アルビシアルビシです。やばいやばい、ライバルの話をしてしまう。ライバル、はい、すごい皆さん、すごいですね。こうやって、なんか大人ですね、こうやって見ると。カメラマンがいて、ね、すごいですね。なんか、アナウンサーっていうか、なんかいて、喋って、こんな感じなんですね。ディレクターっていうんですか、こういうカメラマン、アシスタント。カメラマンみたいな感じですか。すごいですね。えっ、やばい、アッキーラさんも映ってる。あ、映ってないから。あ、映ってたかな。すげえ。あ、そっか、今日の夜の話してないじゃないですか。今日ツイッター一応まだついてますけど、あ、今日夜9時からフリモンラジオにゲスト出演するんで、お時間ある方見てください。お願いします、はい、皆さんぜひ、はい、続きは夜です。はい、自分どんな話するか全く決めてないですけど、もうアドリブで行こうかと思ってます。迷惑かけない。まあかけても、じゃあコメントします。おお、さすが。まあ滑り方が激しければ激しいほど共感得られるんで、はい、滑ります、滑ってきます。このモットーで、そうです、そうです、はい、素を出していくんで、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでも今日楽しかったですね。もうみんないっぱいコメントくれて、ジングルも嬉しいですね。ジングル、あー、OK です。いや本当に、うわ、ポンドさんすごい、自分で読んでください。インスタに、あ、なんでいいところを消すんですか。なんで嫌な、なんかちょうどはしょるんですか。別に言えないじゃないですか。アポンドさん、ありがとうございます。どこかで上がりますよ、はい、皆さん、ありがとうございます。あ、でもロボテルのやつに上がってます。ロボテルのインスタ、うん、